福井市では将来都市像、みんなが輝く全国に誇れる福井の実現に向けて、毎年度部局ごとに部局マネジメント方針を策定しています。企業管理者の前田です。上下水道経営部の向井です。上下水道事業部の海道です。企業局では市民生活に欠かせない重要なライフラインである水道事業と下水道事業を一体的に運営し、経営の効率化に進めています。水道事業では重要な基幹管路や施設の耐震化を優先的に進めます。簡易水道事業では施設の統合や老朽化対策を進めます。本市は日本水道協会が定める水質検査の精度と信頼性を保障する水道 GLP の認定を取得している全国でも数少ない水道事業体です。必要な水質検査は即時実施できる体制を整えており、安全で安心な水道水を市民の皆様にお届けします。下水道事業では公共下水道の普及が令和6年度末に改正するよう着実に整備を進めます。また浸水対策に係る各種取り組みを継続し、被害の軽減に努めます。特に鴨川原ポンプ場更新事業については、今年度中の供用開始に向け引き続き工事を進めます。さらに今年度から維持管理を担当する集落排水施設については、公共下水道と合わせて効率的に運営してまいります。企業局では万が一災害が発生した時にも迅速に対応できるよう、危機管理体制の強化を図り、安全で安心なサービスを持続的に提供してまいります。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。福井市部局マネジメント方針で検索。